アツボチです。いや、最近夜はかなり涼しくなってきましたね。僕はやっぱり秋冬のファッションが好きなので、やっと来てくれたかって感じで嬉しいです。そんな今日は秋に使えるライトアウターを紹介したいと思います。ドメブラじゃないんですけど、かなりかっこいいアウターを見つけました。行こう。今回紹介するのがこちら、ハイランダーの PCS スモークです。最近海外のアウトドアブランドに目をつけていて、ネットでも古着屋でも時間があったら漁っているんですけど、その中で見つけたのがスコットランドのハイランダーというアウトドアブランドで、軍物ベースでクオリティの高いアイテムをいろいろと展開しているんですよね。このアウターシェルはヘイロスモックというアイテムで、イギリス軍の PCS スモックをベースに、素材や仕様はオリジナルを踏襲しながらも、軍では展開のないブラックカラーで仕上げた一着になっています。 PCS はイギリス軍の寒冷地向けに開発されたレイヤリングシステムで、このシンプルな見た目のジャケットに様々なディテールが詰め込まれているんですよね。表生地は 210T ナイロンリップストップ、裏地はマイクロフリースの非常に軽量で撥水性と防風性に優れた、悪天候などのハードな環境下でも快適に行動ができるアウターシェルで、ドローコード付きの隠せる日差し付きフード、脇下のベンチレーションジッパー、面ファスナー付きの調節可能な袖口、ストームフラップ付きの大きな胸ポケット、防水ジッパー付きのフリース裏地のサイドポケット、同じく防水ジッパーの付いたサイドベンツなど、アウトドアからタウンユースまで幅広く使える一着なんですよね。軍物のディテールって本当に男心をくすぐりますよね。オリジナルにはないブラックカラーがやっぱり僕っぽいなと思ったので、軍物ベースで作ってくれるブランドがあると僕はやっぱり嬉しいですね。早速こちら見てみたいと思います。いやー、武骨だな。男臭くてマジでかっこいい。ポケットもたくさんついているので、バッグいらずで財布とか iPhone もこのまま入ってバッグなしで出かけられますね。そしてね、本当にすごく軽くて、裏地のマイクロフリースがめちゃくちゃあったかいです。今カットその上から着てるんですけど、すごく暑い、蒸れるぐらい暑いね。そんな時のために脇下のベンチレーション、これで蒸れを逃がしてくれて、やっぱね、軍物ベースだけあって機能性はピカイチですね。で、僕は今 XL サイズを着用しています。 XL でかかったかもな。 L でも良かったかも。普段オーバーサイズの服ばかり着てるので、持ってる服に合わせるならでかい方がいいかなと思って XL にしたんですけど、着丈もね、かなりあってゆったり着れますね。でもこうやって見たらこんぐらいのサイズ感で良かったかもな。こっちやん。で、撥水性に優れた生地なので、雨とか降ってきたらこの首裏にある日差し付きのフードをかぶって、こんな感じで体を守ってくれますね。俺ね、傘ささない派なんだよ。ちょっとした雨だと絶対ささなくて、片手塞がるの嫌なんですよね。だからこういうのあったらありがたいね。そしてね、僕の一番のお気に入りポイントがこのジッパー式のサイドベンツです。こうやって開けて着るのかっこいいなと思って。なんか着丈の長いシャツとかだったらレイヤードできるじゃないですか。それすごいかっこいいなと思って、ちょっとなんか着てみようかな。わかりづらいんですけど、僕が前回作ったプロジェクト SH2.0 のシャツを中に入れてみました。ちょっとね、チラッと見える感じがいいっすね。いや、マイクロフリースがあったかすぎて今めちゃくちゃ暑い。これはやばいな。あー、暑かった。秋に使えるライトアウターとして紹介したんですけど、これは冬でも全然着れそうですね。はい、いかがでしたでしょうか。いや、最近ね、こういうナイロン系の服あんまり着てなかったんですけど、やっぱりかっこいいよね。男はこういうの好きだよ。今回紹介したこのハイランダーのヘイロスモックのお値段が 64.99 ポンドになります。日本円で約1万2000ぐらいです。というのもハイランダーの公式オンラインで購入したのでポンド表記なんですよね。そしてこれ公式サイトで買うのがとても難しいです。まず公式オンラインが日本語に対応していないので、和訳しながら見ないといけないのと、なんと日本の配送に対応してないんですよ。
よね。マジか。だから僕は国際転送サービスを使いました。それが5000くらいかかったので、まあ、全て込みで2万円以内で買えたんですけど、このクオリティなら比較的安い方だと思います。日本のセレクトショップでも取り扱ってるお店が数店舗あるそうなので、ぜひ調べてみてください。ハイランダーはね、他にも軍物ベースでかっこいいアウターがたくさんあるので、また買ってみたいと思います。いやー、日本に配送してくれよ。俺がたくさん紹介するからさ、ハイランダーさん頼む。はい、ということで今日はハイランダーのヘイロスモックを紹介しました。どうもありがとう。かっこいい。